ロー YouTube、 こんばんは、えだちゃんです。今日仕事から帰ってきたら、こちらお荷物届きました。 Amazon ですね。昨日っていうか今日の夜中発注して、もう夕方届いてた。夕方、まあ多分昼間受け取ったんだろうけど、早いね Amazon で届きました。何が来たかね、ちょっと開封していきたいと思います。さあ、過剰な梱包だよね Amazon ってね。よいしょ。はい、こちらね、ちょっとシールが、ペット用の木の実ミックス、お値段ね、こちらですね。はじめこの落花生だけを、クムちゃんの落花生をね探してたんだけど、まあどうやら売ってなくて、んでこれいっぱいちょっと種類が入ってたんでね、アーモンドとヘーゼルナッツと、ピーナッツとピスタチオ、すごいね、4つ入ってるので、こちら、今日これからクムちゃんにプレゼントして、どれが一番お好きかやってみたいと思います。とね、クムちゃんはこの落花生の中にはピーナッツが2個入ってるってことは学習したんですよ。でその後このなんだこれが何、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ、あとこれがアーモンドだな、でっかいの出せない出せない、これがアーモンドだね。どうやって開けんだろう、人間じゃこれ硬くて開かないからね。まあこれは開けられるとして、これとこれは開けられるけど、これは硬い、どうやって開けるんだろう。ちょっとね、どれがいいか試してみようと思います。はい、それではクムシに登場してもらいましょう。こちらね、ちょっと簡易的に作ったやつですね。はい、こういう風にピーナッツ、ピスタチオ、ヘーゼルナッツにアーモンド。はい、それでは選手、はい、入場どうぞ。出てきて、おくんなさいまし。クムちゃん。こうやって開けてると出てこないのよね。いつもはカリカリゲージをかじってんだけど。クムちゃん。クムちゃん。お、いらっしゃいました。大きくなったでしょう。はい、どうぞ。プレゼントです。Amazon から届きましたよ。左は学習したピーナッツですね。さあ。あら。あ？あら。あら。は、探ってる。これ食べたことあるやつ。どれがお好みかしら？おやつだよ。そっちじゃない。そっちじゃない。お、いくか。ピーナッツいくか。あら、ピスタチオいくか。あら、どれいくんだ。本能でわかんのかな、何が入ってるって、身が入ってるって。あ、まず簡単なところでピスタチオいってますね。覗いてみましょうか。お、行きました行きました行きました。お、食べてます。殻はどうしてんの、お主。殻割れるんだけどな。
パッカーンって。まあこうやってね、食べながら学習していくんでしょうけど。美味しいよね。人間だってヘゼルナッツ美味しいんだから。美味しい？今ならね、カメラ向けても多分全然。うん、ドアップ。うまんまですか？こうやって遊びながら食べればね、ストレスも解消できると思いますよ。これ全部食べたら多すぎるよね。他も美味しいんだけどな。私はこの中ではヘーゼルナッツが一番好きかな。チョコレートに入ってる。でこれ食べなさい。他のを食べなさい。ハムケツです。あ、そこいいから、そこいいから、そこいいから。そこいいですから。ここいいですから。食べなさい。ほら、アーモンド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 。美味しいよ、これ。ほら、ヘーゼルナッツ。食べてみて。うん。美味しいから。捕まるでない。捕まるでない。美味しいから食べてみて。またヘーゼルナッツに戻りました。これどうやって学習するんだろうね。歯ぶっ壊れないかな。ちょっと心配なんだけど。まあ1日1個があれでしょうね、ベストでしょうね。で、あとの3個はまたその次の機会にね、どうやって食べるか私も知りたいから、またその瞬間を撮れたらちょっと動画上げていこうと思います。ピーナッツはうまいですよ。開け方が私よりうまいかもしれない。はい、じゃあそれではちょっとうまうまなグミちゃんを饅頭になっておる。それでは皆さん、どうもご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイナル。